はい、というわけでですね、フィーチャー席をお呼びしているのは、中村和弘選手と川北志郎選手になります。はい、川北志郎選手はですね、はい、第1期から9期まで、そうですね。レガシー神として君臨した、まあ、まさにミスター神と。伝説、もう今までで一番人気も長かった、はい。伝説の神ですね。まあ、今回ちょっとフォーマットは変わってますけど、もともとヴィンテージもプレイされているようなので、はい、古いフォーマットが得意な、はい、プレイヤーということです。レガシー神の次は、ヴィンテージ神を狙うということで、はい。はい、そしてもデッキ名からもね、ジェスカイ・アルカニストと、アルカニストというのは最近のカードです、はい、これも戦術中の非技術師、レガシーの大活躍中の2マナ1さん、はい、アドゾン、通称アドゾン、アドゾンアドアドバンテージ得てるのにアドゾン、アドバンテージを得るゾンビ、略してアドゾンっていうのを僕は定着させていきたいですけど、まあ流行らなそう、ツナさんしか言ってるの知らないですけど流行らないかな。はい、というわけで、まあこのアルカニスト、ヴィンテージだとどういったカードを再利用したい、ね、まあもう一番は僕が世界で一番好きなアンセストラルリコール、1マナで3枚カードが引けるという伝説のパワーナインがあるんですけど、まあ、それを攻撃したときに使い回せるということで、うん、そうですね、アンリコってアタックしたらもう1回3枚引けるって、そうだ、ね、合計6枚引けちゃう、枚1枚引けてしまうので、いや、もうそれ引いたらもう負けても勝ったみたいなそうでも仮に試合に負けようとも勝ったみたいな、そんな感じで、はい、あと MO で当たった方はレックレスチャージっていう、最近モダホラに入ってたと思うんですけど、1マナのソーサリーで、はいはい、プラス3プラス0と速攻を与えるっていうソーサリーが入ってて、それをアドゾンに打って殴ってタイムウォークをフラッシュバックしたとか、あ、すごいすごい、かなりいろんなテクニックがしかも速攻なんでもそのターン中にいけちゃうってことですね。本当にいろんな使われ方をされてますけど、まあ、本当普通にカードを使うだけで下の環境になるとパワーを上げずとも稲妻とか渦巻く知識とか、ヴィンテージですとアンセスラルリコールとか使えちゃうんで、はい、ただただ凶悪な2枚相手ですね。いや、今回もじゃあレガシー神でもかなり活躍を見せてましたけど、うん、ヴィンテージでもぜひその活躍を見せてほしいと言ったところですね。レガシー神だと早速優勝してましたからね。そうですね、はい、めちゃくちゃ売れたらしいですかね、ハレリア、まあ、あの活躍を見てしまうと気持ちはわかりますねはい、というわけでもうレガシー、ヴィンテージともに活躍しているアルカニスト、まあ、対する中村選手、墓荒らしというデッキなんですけど、はい、どういったデッキでしょうか。こっちはあれですね、逆にもう昔から存在する、はいはい、以前ですと原根健太選手が使用して1回挑戦者決定戦を制していると思いますが、ちょっとなんかデッキ名の由来になったカード実はもう入ってなかったりとかいろいろあるらしいんですけどそうですね、なんかあのシギレのシャーマンが入ってるから墓は嵐みたいな、そういうイメージなのかなと思ってたんですけど、全然違うらしいですね、名前の由来は。元々は何が入ってた、いや全く違いました全然関係ないって。で僕らはちょっと名前の由来までは分かんないんですけど、青緑黒、するタイカラーのグッドスタッフです、はいはいはい、最近のカードですとアサシンズトロフィー、暗殺者の戦利品ですとか、うん、モダホラの活力の力とか否定の力なんかが入ってますね。あ、活性の力、あ、活性の力、失礼しました、それで出なかったさっき辞書、カード辞書探してたらなぜ出てこないんだ、活力の力と活性の力ですねっていう、どうでもいいうちの話ですか。はい、始まりまして、まずは中村選手からの先行で、シギリのシャーマンはヴィンテージでしか使えない一番精神的つまずき、はい、精神的つまずきによってカウンターされました。これも 2点払うだけで攻められてしまうということで、まあ、ファイレクシアマナというのもなかなか極悪なそして川北選手1ターン目にして5マナ、ただここアーティファクトを並べて終了ですね。中村選手はタルムゴイフ、かなりレガシーっぽい感じの動きをしてますね。結構タルムゴイフサイズはすぐでかくなりそうなので、そうですね、アーティファクトとかはポン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 4号ぐらいとか簡単にいきそうですけどね。今 1,2,3,4 もうすでに4号、2マナ4号、最近ちょっと2マナ4号だとまあそんなもんかなと思ってしまう感覚がちょっと怖いです。ここはブラックロートス切って数値のフォースオブビル、ちょっともったいない気もしますけどせっかく球場のカードまあまあピッチで使ったようなもんですね。青いカードを使うか、はい、ブラックロータスを使うか。おー、さあ、まあ、順当に伸びてここは構えてますね。ずっと川北選手手札に時を超えた探索が見えた気がするんですけども、はい、3ターン目2ターン目まだ、あらあら、持っててしまう。そうですね、さあここに対応してマナを出して、不毛の大地で狙ったのはボルカニックアイランド、
それに対応して川北選手はフェッチを切ります。もうここはパール出てるので赤マナですかね。はい、うん、はい、コメントでもまあ245そんなもんかっていうそんなもんではないんですけどかなりすごいカードなんですけどさあここでさあとりあえず川北選手今大マナが浮いてるんで先頭入っていいですかという確認からさあ時を超えた3作、先週のフロンティアでも大活躍でしたが、もちろんヴィンテージでも制限でありますが使えます。でもなんか序盤からパワーカードの応酬というか、あ、もうすごいですね。さすがヴィンテージ、こんな7枚選べないですね見えたチラッと見えたカードは相当に豪華でしたけど、タイムウォーク、アンセスラリコールモックス、ナーセット、フォースオービルですか。とんでもないですね。この7枚だけいくらするんですかね、まあ、とりあえずアンセストラルリコール1枚で3枚引くは相手の場合ナーセットがいない限りはもう見たらどんな状態でも取っておけと。さあこうフォースオービルとアンセストラルリコールを取ったようですね。アンセストラルリコールは本当にもう多分ヴィンテージでも一番強いんじゃないかなというぐらい。さあそして3枚ドロー、まあ、先ほどねディグが通ってるのでこの時点で中村選手打ち消し呪文の類は今のところないだろうと。柿田選手は攻めてはないですけどアドバンテージを着々と得ているような、まあ、そうですね。この時点で手札差、はい、中村選手ワンバリガンというのも含めてもうだいぶ枚数的には差がついてしまっているので、うん、さあ柿田選手はここまでまだ動かずと。今比利術師引いたように見えましたけどね、ここでも動かないということはまだ構えるだけのアクションが手札にあるのか。まあ、中村選手としてはまずはクロックを1体場に定着させたい感じですかね。うん、まあ、それかなんかアドバンテージで追いつけるな、セットとか そういったカードが欲しいですが、レオボルトとかちょっとインパクトが大きいカードが欲しいですね。さあ、こう川北選手エンドに春章の魔導士、ここはアンセスタルリコールでしょう。さらに3枚引きます。いや本当恐ろしい、この春章からのアンセスタルリコールは本当絶望ですよね。中村選手もこの時点でほぼ手札に有効牌がないかパーマネントにしか対応できないような手札というのは予想できるんで、しばらくは川北選手の独壇場ですね。もう手札さ本当に肩やディスカードしそうなプレイヤーと、もう完全にガス欠してしまっているプレイヤーなので。さあ出ました、戦慄宗の比喩術師。先ほどアンリコ終わってしまっているので利用できませんが、ここは抵抗ですね、うん、もうここまで来ると本当に何でもいいんでフラッシュバックしてアドバンテージが途切れないようにしていればそれだけで十分かなと、うん、抵抗今あったので、そうですね、ここで活性の力アーティファクト2枚割り、まあ、ただもうこれは川北選手としては全く意に返さない。これだけランドも伸びて、さあここここはレイブてかパイロブラスト、パイロブラスト打ち消されたの春章の魔導士ちょっと中村選手もあるかって言ったリアクションでしたね。これ春章が通ればアンリコはフラッシュバックできるんですが春章も通らず、アンリコはパイロブラスト、そしてその春章もフォースオブウィルということで中村選手は完全に手札がなくなってしまいました。さあそれに対して川北選手はここから比喩術師で抵抗をさらに使い回したり、おっとさらにバックフェイデン、これを巻き返すのはかなり難しいですねおこれは2枚戻して合衆、はい、5マナ2ドローなんですけど島2枚を手札に戻すことで0マナでキャストすることができるからです。もうこれでもかというばかり引いてますね本当にもう手札が溢れ返っている。まあ、あとは川北選手はもう念のため打ち消し呪文がもう1枚手札に来ればもう完封といったところですかね。もうほとんどここまで来るとディグとか急に手札が増えるカードじゃないと巻き返せないと思うんですけど、それさえ封じる術があればもう完封だと思います。さらに若きグレンジュ氏、
そしてアタックからの抵抗再利用ですね。いやすごい本当にアドバンテージ途切れないですね。こんだけ打ってるのに。クリーチャーも比較的最近寄りなんですけど、恐ろしいやつ。はい、抵抗を打ったのでこれでヤングパイロマンサーからトークンも出てしまうと。そうですね、クロックも地味に見えるんですけど、まあちゃんと3ターン以内には削りきれそうな。手札に稲妻もあるので、もしかすると1、2、3、4、5、6、7、8、9、12点、今手札だけで12点はありますね。そして抵抗も上上。さあ中村選手としてはここは何引いたらいいんでしょうかという。これちょっと手札複数枚何かできるカードじゃないときついですね。お、ここでレオボルド、しかしちょっと到着遅かったか。そうですね、川北選手しっかり謎を握ってるんで特に問題はなさそうです。さあレオボルトも一時代を築いたというか、まあ、未だに全然強いカードなんですけど、うん、最近ちょっとナーセットが青単色で出たということで少しだけ以前よりは使用頻度が いろんな環境で落ちてしまっている。まあ、3色必要ということでなかなか出しづらいのと、やっぱプレーンゾーカーの方が単純に死にづらいですよね。うん、さあレオボルトを除去してさらに手札を整えます。お、ここでビルが届きましたかね。これでもう そして北朝自宅車の操作レガシーでも禁止の。そうです、もう本当に全てのフォーマットで何かしらされてしまったんじゃないかと。制限なり、禁止なり。パウパーでもつい最近いなくなってしまったので、もう本当に使えるフォーマットが、あとただで相手の手札を見れてしまうというのはちょっとやっぱりファイレクシアマナというシステムが強力すぎたということで。さあ帰宅者の操作もヒゲ寿司によってアドゾーンによって再利用されていきます。ごめんなさい、今言われて思ったんですけどアドゾーンはないですか。分かりづらい。アドゾーンって何を言ってるのかさっぱり分からない。それはちょっと理不尽じゃないですか。ちょっとこれ流行んない。今焦ったのに今これは普通に分かんないわと思っちゃいました。さあこれで A36 点。そうですね、もうトークンも盤面にいっぱい出てて、もう何してもちょっと、ね、はい、ということで。さあ第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦準々決勝、まずは川北志郎選手が1ゲーム目選手いたしました。サイドボード、これからサイドボードに入ります。まあ、ちょっと中村選手は序盤マリガンしてたのもあって動きが全然なかったので、うん、まあ、クリーチャー2連打したんですけどそれをちゃんとさばかれた上でアンリコが通っちゃったんで、まあ、まずはそのアドバンテージをめぐる攻防といいますか、うん、最初にドローするカードを通した方が圧倒的に有利になりますよね。さあというわけでサイドボードからなんですよ。結構お互いにフェアデッキといった感じですよね。そうですね、フェアなんですけど、ちょっとやっぱヴィンテージになるともうこのデッキはフェアなんだなと思ってしまう。あんなにカードを引いててあんなにこうフラッシュバックしてて、まあ、フェアはフェアなんですけど、そうですね、確かにお互いクリーチャーも入っててもう純粋なコントロールデッキとミッドレンジみたいな対決ではありますが、はい、さあこの圧倒的アドバンテージを見せつけたこのジェスカイアルカニストというデッキですが、中間選手はどういったカードを入れてくるでしょうか。どうでしょうね、結構クリーチャーたくさん見たんで、はい、致命的な一押しとかは入れそうですけど、あとはメンタルミスステップと、うん、難しいですね。あとフラスターストームですかね。そこまでただクリティカルなカードはないかもしれません。まあ、それがコントロールとかミッドレンジは強みなのかもしれませんけどね。コンボデッキっていうのはメインボードが強い反面でちょっと致命的なサイドボードがあるっていうのが弱点の一つなんですけど、コントロールとかミッドレンジはそういった1枚で、ゲームに負けてしまうようなカードが少ないのが、はい、強みかなと思います、うん、対する川北選手は川嵐に対して入れるカードとしては何がありそうでしょうか。ソードトゥープロシャースとグルエンハあたりですね、はいはいはい、まあ、除去を増やして青対策も入れてみたいな。そうですね、まあ、基本的に本当にアドバンテージを得る何かを消せるかどうかってすごく大きいので、グルエンハは頼りになるんじゃないかなと思います。ただモダン、あ、レガシーか、レガシーでもそうなんですけど、あんまりそのグルエンハに偏らせると相手がその青に頼らない、はいはい、構成をしてた時にちょっとハマったりもするんで、何枚入れるかは結構難しいかなと思いますけど、一応お互い青が入っているデッキでありますが、まあサイドボードに取ってる以上は、うん、もうありったけ入れるとは思うんですけど、
さすがにアンセスターリコール通せないですよね、お互いに。そうですね、リリューとかも当然ありますし。ヴィンテージってパー9にあるようにアーティファクトがいっぱい採用されている感じはするんですけど、はい、この2つのデッキはそこまでアーティファクトには頼ってないような、ね、そうですね、かなり少なめな感じですね、はい、やはり活性の力っていうか、はい、結構アーティファクトがかなり対策されているからなんでしょうかね、ここまで勝ち上がっているのも。ちょっとあの色が違うモックスっていうのはそんなにあの無色が出る土地だと思うと分かりやすいかなと思うんですけど、うん、まあ、そんなに嬉しいタイミングがなかったりもするんで、はいはい、その自分の関係がある色だけに絞ってるとか多いですよね。サバイバルとかも比較的そういった感じですけど、緑白青しか入れてないっていう、うん、この2つのデッキもスルタイカラーとジェスカイカラーのモックスだけかな、いや入ってるの、そんなことないか、川北選手の方は多分大量に入ってると思います。あの総員の同士が入ってたんですけど、はいはいはい、その分で、まあ、トークン増やすカウントとして入ってるか、そんな感じですかね。トペートに MUD ないですからね。そうですね、これは本当にここ最近の大きな変化。 MUD トペートにいない大会ってなかなかヴィンテージの結果を振り返るとなかったかなって気はするんですけど、最近いろんなカードが登場しまして、先ほどの活性の力とかもそうですし、はい、あとは、カン大いなる創造者カン、はい、まあ、相手だけ塗るロット、そうですね、あとあの2マナ22で全てのアーティファクトは能力を起動できなくなるアウフ、石のような静寂内臓の、そうですね、カードがちょっと2種類連続で出たのと、はい、活性の力も強いということで、またそれにしても急に0人になるとはかなり驚きましたけどね。実際僕も MO でちょっと今日に向けて練習してきたんですけど、なんと MUD10 戦やって0回でした。1人もいなかった。当たらないぐらいもう減っちゃったと。すごいですね、この日もう3ヶ月で。そうですね、激変ですね、ヴィンテージは。さあ、ただいま第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。準々決勝のフィーチャーテーブルは、高嵐の中村和弘選手対ジェスカイアルカニストの川北志郎選手の対決をお送りしております。まず1戦は川北選手が圧倒的なアドバンテージで勝利したということで、第2ゲームに入ります。さあ、マリガンチェックですね。川北選手は良さそうなハンドに見えますね。中村選手もタイムウォークとしぎれは見えた気がするんですが、 お互いキープですね。まずはしぎれのシャーマン、今回はつまずきされることはなく、川北選手はウィルトナーセット見えますね。なんかこうパッとモックス置いてしまいそうな感じはしますけど、置かないです。ちょっと手札に総員の同士が見えた気もするんで、それも加味してるかもしれないですね。総員、はいはい、の同士のターンに出したり、出してトークンを生み出したりとか、総員の同士を急に一旦早めて相手の計算を狂わしたりとか、うんうんうん、さあ、中村選手2ターン目はもっとベイユーからの思考囲い。うん、中村選手どうですかね。ちょっと初手見て悩んでた感じがするんで、もしかするともう土地がこれ以上ない可能性はありますね。青マナがない感じですかね。そうですかね、はい、さあ、ハンドからはこれどうしますなかなか強いカードが揃ってるように見えますがむちゃくちゃ強いですね、まあ、ちょっと中村選手の手札にも依存するんですけど、ちょっとね、中村選手この後のアクションが途切れるようだとどれ抜いても厳しいですが、川北選手は能動的なアクションとしてナーセットも総員の同士も強いですし、ちょっとこの状態でシギレを守るためにソープロ、剣をスキンですかを抜いたとしてもちょっと厳しい感じがするんで、ちょっと手札相談ですね。ここはシギレを守ることに意味があるんだったら除去を抜いてもいいと思いますが、総員の同士とナーセットビルのバックアップを得たその2種類をしっかり対処できるか、はい、中村選手的にはナーセットも総員同士もちょっときつい。ナーセットの方が比較的マシですね。一応シゲレで出てきた段に1回殴って、はいはい、
中精度2まで落とせるんで、まあ、そういうの同士比べるとナゼットの方がまだマシかなって気がしますが、悩ましい。この7枚かなり考えてますね。いや本当に C で言うならガッシュだけ弱いですけど、フォースオビルがあるんだよね。あ、ここはフォースオビル抜いてきました。投資体何か持っているんでしょうか。というと吸血の強持者ですかね。まずはアタックです。そして2体目のシゲのシャーマン、これには川北選手エンドに剣を好きにで除去しました。まあ、これは中村選手としては川北選手の墓地にようやく土地が落ちてくれたので、はいはい、次の段シギレイから違う色のマナが出せるので、まあ、シギレイを失ってしまったんですが、そんなに悪くはない交換ですね。川北選手ここはソインドしか何セットから入るのかなと思いますが、そうですね、モックス経由で出せてしまう。結構ヴィンテージで突然マナ伸びるんで本当計算できないです ね、うん、そうですね。モックスの枚数とかにも左右されますしね。1枚だとまあ1マナしか増えないんですけど、さあ帝王を引いたようですね。ここは3マナから、ここはナーセットから、さあマイナス効果でおおとまたもやアンセストラルリコールが見えました。一応ランダムなんで、はい、さあここ中村選手としてはできればシギレ多分マナに使いたいターンだと思うんですけど、そうするとナーセとか中精度3で残っちゃうんで、はい、もう一回使えちゃう、使った上で残るんですよね。それがちょっとこれシギレで攻撃しておくとナーセットが2まで落ちて、もう1回使うかナーセットを残すかという選択を強いることができるんですけど、うん、このままだと、マナに使うとナーセットが3で残ってしまうので、ちょっとこのターン次第ですね。殴った上でアクションができると一番いいと思うんですけど、ちょっと川北選手次のターンアンセストラリコールと総員の同士っていう強いアクションを確定してるんで、さあここは何か対処したいところですが、ここはナーセットにアタック、そして2マナで闇の腹心。さあ一応悪くはない、先ほどお伝えしていたように攻撃してから闇の腹心アクションも取れたんで、いやナーセット本当に強いですね。僕ちょっと久しぶりにヴィンテージやってアンリコトップしたの嬉しすぎて一瞬で打ったんですけど、相手の前にナーセットいて1枚も引けず終わりましたなんて無慈悲なんだ1枚ぐらい引かせてくれてもみたいな、そうそうそう、いやちょっとあまりに嬉しくてマジ一瞬で打っちゃいましたノータイムさあ小垣選手のアンセストラリコールは精神的つまずき。さあこれで土地がなければ総員の同士が出なかったりしますが、サナセットはダクフェーデンかフォースオブビルの選択はどちらか。まあ、あのボブもこのヴィンテージっていう環境だとかなりマナコストが低いので、そうですね、まあ、ボブはやっぱりどの環境でも生き残れば、うん、宇宙そうですね、強いのは間違いないので、できれば川北選手としてもあいつは放置したくない。さあコフォースビルを取って抵抗、ちょっと受け身なカード2枚でしたね。グレンハとメンタルミスステップだったんで、これやっぱ川北選手としては攻めるカード欲しい感じですかね。川北選手は総員の同士今守るカードが引けたんで、まあ、ボブを殺すカードが一番嬉しいかなと思います、はいはい、さあ中川選手は致命的な人押しを反応に加えました。なかなかいい勝負している感じがしますが、中村選手としてはこのボブが生きててくれればアドバンテージ面では負けないので、うん、さあ2マナでタイムウォーク、ここは通せないか。フォースオブビルをガッシュかメンタルミスステップか。ボブが、ね、いなかったらこの状態のタイムウォーク
あんまり強くないんですけど、やっぱりボブでワンドローがついてくるというのを試して消しましたね。さあ、ここはタイムワークか、放送ビル。引いたのはモックスですかね。まあ、一応メンターからすぐトークンは出せるんですけど、ちょっと手札にもうそれ以外に。おっと、リグがあった。さあ、時を超えた3スクで、ちょうど7枚、あ、6枚あったので、うわー、そして世界が変わりそうだな、名前が。何でもござるみたいな、名前が。とりあえず、ブラックロータスはありましたね。ブラックロータス、ソープロ、ジェイス。これ今、剣をスキニと土地ですかね。あの、ガッシュが今打てないんで、はいはい、島を2枚確保するっていう意味で、取ったのかなと思います。はい、沸騰する証拠ですね。あとあれか、単純にこのターンソープラが打ちたいっていう、はい、これでツンドラを持ってきて、はい、とりあえずボブさえ殺してしまえば、今アドバンテージ的には川北選手が有利なんで、これ以上アドバンテージを中村選手に獲得させないように、はい、さあソープロで闇の腹心は除去されてしまいますか。おっと、ここつまずきありますかね。ありました、精神的つまずき。開催してちょっともうモンドリ打ってて。さあ、たまらず土地2枚戻してガッシュ。ただこれを返せるのもメンタルにステップかフォースオビルか。通りましたね。こう闇の腹心除去できず、おブラックロードスからのさあこれに対応して番中。ブラックロードスの総員同士対応して氷結の強持者。何持ってくますかね。これは土地ですか。今土地でした。そうですね、土地に見えましたね。土地を持ってくるということは残り1枚がとてつもなく強い。さあ、ここで、モックスエメラルドからトークン出ます。さあ、そして即座にフェッチ。追尾かなんかですかね。わかんないですね。ちょっと島をフェッチを持ってきたんで、それなりに重いアクションだと思いますけど、はい、致命的な、紛争達成からの致命的な一押しで、それにどうしよう、除去の。こうなるとちょっと苦しいのは川北選手ですね。もうアドバンテージもそれほど差がなくなって、土地もちょっと戻してますし、盤面は中村選手の方が圧倒的に強い。はい、そしてターンが進むと、このシギのシャーマンが、よくレガシーで見た光景ですが、呪文を食べていくと。ボブがさらなるボブを呼んできましたね。ここはもう相打ちしてもいいよみたいなパンチですが、さらに闇の腹心追加。これはちょっと川北選手は苦しそうですね。もう手札ツンドラ2枚まだ持ってますね。だから相当スペルがない状態。さあ、中村選手1枚はモックスサファイア、そしてブレインストーム。さすがにここはもう中村選手主導権を握ったか。まあ、そうですね、今ブレインストームを手に入れたんで、まあ、これさえ通れば奇跡的な確率で防止することもまあなさそうなので、まずはブレインストーム。さあ、ディアボリックチュータが見えたような気がします。モックスもあるんで、まあ、一応このターン瞬章からもう一回タイムオークキャストしたり、はいはい、またはレオボルト持ってきて蓋をしたりといったことはできそうですね。さあ、1マナで致命的な人として除去してからの闇の腹心に対ダック、うん、もう場面6点クロックなんで、これで次のターン何かしらアクションがないとこのまま削り切られてしまう。さあ、ここは見事中村選手取り返しましたね。ゲームやはりあそこの闇の腹心除去できたかどうかっていうのがターニングポイントになった感じがしましたね。まあ、今みたいにちょっとその赤いや青以外のパーマネントで押されるとちょっとグレンハが腐ってしまったりとか、はい、でもあるんで難しいですね、その辺は。さあ、第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦準々決勝。さあ、ここまで1対1、
続いて第3ゲームになります。お互いなんかお互いの敵のいいところが見えている感じがしていいですよね。闇の苦心でアドバンテージを得たり、シギルのシャーマンで色マナを確保したりとありましたので、さあ先手後手で結構変えるんですかね、サイドボード。どうですか、今ウィルをアウトしているように見えますけど、やっぱりここアドバンテージ勝負っていう感じですかね。お互いにレガシーでよく聞かれるのは先行の方が枚数を減らすって、後手の方が普通に1枚多いんで、はいはい、多めに枚数をキープするっていうのよく聞く戦略ですけどね。先手だとそのリソースが単純に1枚少ない状態から自分で2枚使ってしまうと、はいはい、アドバンテージが開いちゃうんで、ヴィンテージだとそれが果たして通用する戦略なのかっていうのがどうですか、ね、そうですね、ヴィンテージは初速すごいですからねあとはその本当に鍵となるアンセストラリコールとかディグみたいな呪文は絶対消したいってのがあると思うんですけど、うん、また相手にグレンハが入ってるかどうかとかはフォースウィルをサイドアウトするにあたって結構重要かもしれないですね。相手が簡単に1マナで返してくれるとウィルをウィルで返される分には全然いいんですけど、はい、ウィルをグレンハで返されると多分どのフォーマットでも共通してきついと思うんで、まあ、2対1効果されてしまうということで、そうですね、それを1マナでされるのは全てにおいて損してしまうので、はい、はい、ありがとうございます。アルブカニスト、はい、2マナ1さん、戦慄中の秘技術師アドゾンはちょっと首というか全く定着しなさそうなんで何かちょっと引き続き名前があれば募集ということで1ヶ月ぐらい募集してますけど前定着しそうなの何でしたっけ、なんかあったような気がする、ツイッターで教えていただいたのがあった気がするんですけど、はい、まあ、その辺はおいおい忘れちゃっていますが、はい、戦慄中の秘技術師は英語名がアルカニストっていうんで、さあもうレガシーでは大活躍の戦慄中の秘技術師ですが、ヴィンテージでも絶賛活躍中と。さあ準々決勝第3ゲーム、ここは川北選手が先行を得て変更を得た状態で始まります。さあマリガンチェック、まあ、ドローもいっぱいあってモックスもあって、うん、ちょっと 2,3 枚見えませんでしたがバランスが良そうな、うん、さあ川木選手2マナからおっといきなり1段目ヤングパイロマンサー、さあこれが着地したんですけど、中村選手は今度はブラックローダスを初手から抱えている。そしてブラックローダスキャストからの3マナお手デモ中、さあ何でも手札に加えられるこの恐るべきカード、何持ってくるか、これどうですかね、プッシュ持ってくれますかね、いや、わかんない。ちょっとこの動きで現状土地があるのかどうかもちょっと定かではないので、かなり悩んでますからね。もっと？ちょっとこのため息の感じは土地持ってくるのかっていうため息に見えたような。結構そうするとリスクあるキープのような気もしますが。ここは。さあどうでしょうか、うん、トロピカルアイランドに見えたような、あ、トロピカルアイランドですね、土地を持ってきたとなると、まあもう他に土地はほとんどないか、タルムゴイフ1ターン目お互いに、そうですね、もうかなり強力なパワーマネですけど、まあ、基本的にこの2種類、タルモゴイフは2マナ4号ぐらいのスタッツと思っていただければいいんですけど、はい、対する若き群れのグレン術師、あ、違う、若き群れの術師いつも群れが入ってしまう、こいつは2マナ11でインスタントか操作で唱えると11のエレメンタルが出る、でこの2匹が睨み合うと基本的には、タルモゴイフのブロックを永遠とエレメンタルトークンし続けるんで、基本的にはタルモゴイフ側が不利です。
なので中村選手は即座に除去しないといけないんですけど、川北選手はしばらく呪文を唱えてのんびりしてるだけでも問題ない状態なので、うん、中村選手の方がちょっと不利ですね。まずは渦巻く知識からアンセスタルリコールしかしここは精神的つまずき。いやけど今回川北選手はたくさん対応策を持ってます。そしてさらなる精神的つまずきを精神的つまずきで返す。そして通ってしまうと、そして3ドロー。いやーかなり序盤から呪文の応酬ですね。そしてこの攻防が終わった後残っているエレメンタルトコン3体。まあ、中村選手としてはちょっとどうしてもカウンターしたかったと思いますが、今タルムゴエフ 3-4 ですかね。インスタントソーサリアアテファクト、うん、さあ川北選手まだまだスペルはたくさんありそうですね。中村選手手札に、こちらもアンセスラリコールがあるんですけど、はい、川北選手もう1枚グレンハで対応できるようになっているので、まあ、ここでアンセストラリコール打ってカウントされてしまうと、そうですね、もうちょっと差が埋まらなくなりそうですか。川北選手のアンセストラリコールが通ってる時点で、この時点でもうほとんど今引いたカード以外は、はい、アンセストラリコールはグレハでカウントされてしまいます。2マナ3-4のタルモゴエフですが殴れずですね。さらに抵抗でトークン増やしていきます。さあもうそろそろ川北選手はその気になれば攻撃にもいけるぐらいトークンが並んできましたが、もう2体ぐらい増えたら殴っても、うん、そして戦慄のひぎずし抵抗でめくっています。川北選手今のところ、もう圧倒的に有利なんで、手札の枚数的にも盤面もかなり有利なんで、あとは相手の逆転できるようなカードさえ封じていければ、あのまだパイロブラストまだありそうですね。お、もう1枚中村選手ここから勝つためにアドバンテージをひっくり返すようなカードを通さないとちょっと厳しいと思うんで、それも封じられるとなると、さあそして定語もう1枚、で議宅者の調査を引きましたね。中村さんの反動どうなっているか。おっと見事に黒いカードが3枚、暗殺者の戦利品闇の副審レオボルド。まあただちょっと土地が不毛の大地なんで、レオボルトは実質死に札で、ちょっとボブもこれだけ押されてると逆にライフの方がきつい感じですかね。次のターンそもそも黒マナを引けたとしてトロフィーとボブどっちから行くかとなると、ちょっとデッキに全体除去みたいなカードが入ってないと巻き返せないんで、うん、もう川北選手はもう次のターンから殴れそうですね。こんだけトークンがいれば一体失っても全く被害はないので、このターンがすでにここで、はい、ここで4体エレメンタルトークンとグレンジス4体殴りました。これで5点入ります。川北選手としてはヤングパイロマンサー本体が止められた場合は稲妻と合わせてタルモゴイフを処理して、さらに闘魂1体増やしてで十分だろうという判断だったんだと思います。ここまでちょっと闘魂が並んでしまうと、そうですね、もうそれだけで勝ててしまう。3マナでおっと蓋をするナーセット、さあならアドバンテージを獲得していきます。さあフォースオブビルが見えた。
青いカードはミスステップかなんかがありそうですけど、ね、ちょっと反射して見えないですね。まあ、青いカード なかった場合は多分悩まないと思うんで、まあ、青いカードもあるとは思います。手札が稲妻アルカニスト、もう1枚青いカード、はい、ここは合手を選択、さらにアドバンテージを得るカードです。でもヴィンテージになると軽い呪文が本当にいっぱい入ってるんで、すごいですね、トークンの生成能力が。さあ、そしてグレンズ氏ブロックしたところ稲妻しようとしましたが、ここは精神的つまずき、これはそのまま消えたみたいですね。ただしかしちょっとトークンがもう量がもう多すぎるというか、そうですね、タルモイ一人じゃちょっとどうしようもできない盤面になっているか。今6点通って残りがもう7とかですかね、はい、馬選手はちょっと何を引けばいいのか、うん、3枚目の土地がないですからね、黒マナがない状態で、うん、おっとここは握手ということで、第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦準々決勝勝利したのは川北志郎選手です。おめでとうございます。いやもうヤングパイロマンサーの圧倒的な、うんね、展開力が、お互い一旦目にタルモゴイフとヤングパイロマンサーを並べ合ったんですけど、はい、やはりあの直接対決は、うん、ヤングパイロマンサーが